激やめこんな時は喫茶店に行きましょうということで早く行きましょう。はい、阿鼻子町に泊まりました。はい、阿鼻子です。阿鼻子やね。阿鼻子、うん、あの、はい、そうですね、住宅街ですねもう今日はさすがの団地も布団は干してないし、うんうん、洗濯物は全部中に入ってますね、うん、そうですね、住宅街ですけどどこ見ても皆さん、うん、すごい、うん、いや阿鼻子はまあ来てないか、あんま来たことないか、まあ友達が、ね、幼稚園の時のお友達が住んでて、うん、あ、なるほど、よく、うん、まあお家に遊びに行ってたとかはあるけど、ああなるほどね、そうやな、まあでもあんまり来てないかもな。あでもそれ以外はめっちゃいいもんな、住みやすいからな。ああもう言ってた、ここ、ここですか、これか、グワグワコーヒーさんですね。すごい、かわいい雰囲気のある、ね、雰囲気ありますね、うん、あそう、コーヒーコーヒーの文字で自家焙煎って書いてる。どれ？あ、ほんまや。コーヒーチケット、コーヒーチケットで自家焙煎って書いてる。気づかんかった。すごいおしゃれな。へえ。なんかこだわりがありそうで、うん、楽しみですね、うん、これは。グワグワコーヒー。かわいい。グワグワ？英語？英語。なんでしょう。なんやろうね。ちょっと聞くべきやな、これは。グワグワって、うん、ないもんな、その、うん、聞いたことないもんな。なんか嬉しい時に、気持ちになった時に、なるほど、グワグワ上がってくる時のな、グワだ、気持ちいい、もうグワだ、うん、かもしれない。それしかないやろ、それだけやろ楽しみですね。ちょっと入っていきましょうかね、入っていきましょうか、はい、すごいしね、雨が、雨がすごい、雨がすごい、よいしょ、すいません、じゃあ、ありがとうございます。わぁ、木ですわ。お邪魔しまーす、こんにちは。わぁ、こんにちは、こんにちは、お願いします。あ、いい匂い、すごい、はぁ、すごいな、もう、吸うたら全部コーヒーが入ってきてくれてる、肺に。あ、わぁ、おしゃれ、かわいい、すごい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。優しそうな、そちらどうぞ、優しそうな、どうぞですか、ありがとうございます、はい、そうな店主さんでございます。えらい雨の中。いや、えらい雨ですね。なんか警報出てる。警報、あ、ほんまですか。出ちゃってますか。すごい。グアドゥア、お店の店名ですね。お店の名前のグアドゥアっていうのは一体。はい、うん、グアドゥアってコロンビアの方の言葉で、はい、あの竹、松竹梅の竹のことを、まあ、グアドゥアっていうのがあるんですけど、まあ、建築とかにも使われるようなちょっとしっかりした竹なんですけど、はいはいはい、で僕、まあ、名前が竹中って言うんですけど、そっから竹でこ取っただけで、はい、その先のなんかエピソードとか全然ないんですよ全然準備しなくて大丈夫です。何の負担もなく、なんかもっとこうね、お店やる上でこう大阪すぎますっていや、こういうお店目指したいとか、なんかエピソードをこうねずっと考えてるんですけど、後付けでつけようかな思ったけど何もつかへんですよ誰かに何か言われた、落ちないねとか言われたんですか。新喜劇の見すぎですよ大丈夫ですって。いやいや、もうなんかそう、いいから、なんかただただ呼びにくい名前っていう、誰も覚えてもらいにくいそうちょっと思ってね、そういう、そう、名前になってしまって。でも逆に言うと、一回覚えれば絶対忘れない名前ですね、うん、はい、グアドゥアって、うん、そうですね、ちょっとグアドゥア行こうやみたいな、そうね、言いたなるしね、口がなんか気持ちグアドゥアっていうのね、うん、でもあの一応予想してて、我々もグアドゥアって何やろうなって思って、はいはい、何でした、で相方がちょっと予想したんですけど、なんかこう嬉しい気持ちがこうすごい高まってきた時に、はい、グアドゥアみたいな、はい、そのなんかこう音が芯から出る音かなって思ってたんですけど、はい、全く違いました。竹です、竹だった。でもこれからそれでいいかもしれないです。嬉しい時に、はい、うん、なんか出る言葉みたいな。確かに全然全然騙せますよ、うん、いやもう作っていったらいいんですよね。日本語でグアドゥアは嬉しさを表現する言葉みたいにもしていったら、意味わかんないですけどね。そうそう、コロンビアまでバレないですよ、多分。そうですね、確かにコロンビアかとは分からへんなと思いますけれどもね。コロンビア語、そう、一遍あのコロンビアの方ちょっと行ったことがあって、はい、そう、その時にこう見かけた
なんでしょうね、文字というか、竹の写真があってグワグワって書いてたから、あ、竹はこういう意味なんかなと思って、なるほど、でそっからなんかその言葉を覚えてて、まあ、自分の名字っていうのもあって、コーヒー関連のことで行かれたってことは、あんまり関係ないじゃないような、なるほど、うん、昔仕事やっててそれ辞めてからちょっと時間があって、はい、あ、うん、その時にこうフラフラと中南米の方を、はい、すごい行ってたんです。あ、素敵な旅ですね、はい、じゃあちょっと、はい、ご注文いいですか、お伺いしましょうか。いや、はい、おすすめとかって、おすすめ、そうですね、どうし、まあ、コーヒーおすすめなんですけど、はいはいはい、ホットアイスとかあります、その今の気分、あ、ちょうどまあいい時期というか、どっちでもこう選べそうな、そうですね、ね、じゃあね、優柔不断な人には厳しい季節ですよね、うん、その料理をどっちにしようかなすごい律していくな律していきはるね、もうコーヒーどれにしようの前にまずこう、だからホットかアイスかみたいな選択肢が出てなるほどね、確かに辛い時期なのかもしれないですね、そこ悩みどころやな、まあ、全然もうコーヒーもし無理とかやったらコーヒー以外とかでもね、全然そう、お店の名前コーヒーってつけてるけど、そんなんも全然気にせず、なるほど、優しい、そう、メロンクリームソーダとかもいいですね、はい、いやでもちょっとじゃあ、はい、ホットコーヒーにします、ホットコーヒー、はい、はい、アメリカン、マイケル、まろやか、ナタリー、濃い、カルロス、そう、一応うちのオリジナルブレンドが、はい、今のその3種類、アメリカンとまろやかと濃いっていうこの3種類あるんですけど、はいはい、マイケル、ナタリー、カルロスって名前ですか、はい、名前ですね人なんですか、そう、人の、なんとなく、だから なんでしょうね、こういう、まあ、ペルーとかミャンマーとかはそれぞれ単一の国の豆なんですけど、例えばこれをもう2つ混ぜた時点でオリジナルってなるんですよね、なるほどなるほど、じゃあオリジナルとして何か名前を決めてあげないといけない、はい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 、で、まあ、よくこうコーヒー屋さんとかではこう地名をつけたりとか、まあ、この辺やったらアビコってアビコブレンドとか、はい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 、住吉区住吉ブレンドみたいな感じでこうつけたりとか、ちょっとおもろそうではありますけど、はい、住吉ブレンドですね、まあ、そういうこととかあるんですけど、うちの場合はちょっとこう人の名前だったっていう感じですね、なるほど、それもインスピレーション的な感じですか、そうですね、もう僕のアメリカンっぽい名前でしょって思ってでしょって押し売りみたいな感じですよね、まろやか、そうか、そうそうか、アメリカでマイケルは分かりますよ、王道の王道のね、はい、もうまあまあまあって思ってる人もいるかもしれないですけど、なるほどね、でもね、はい、店主さんの本当にもうイメージ で、はい、全部こっちが文句言ったとてもマイケルの名付けられてんねんからそうですね、もうこれ変わりようないですもんね、そうですね、さっき言ったもんがちですから、まろやかはナタリーなんですよ、まろやかナタリーですよ、まろやかそうでしょ、ナタリー、知らんのでしょ、知らんのですよ、その感覚持ち合わせてないないやいやいや、いやでもこれは伝わる、濃い濃いまあまあまあ、これは伝わる、濃いのカルロスはまあ確かに、はい、確かにですけど、屈強な感じするよな、カルロスって毎日鍛えてんやろうなって感じ、もう正解ですね、なんで合うんかった、なんで合うんねん、ここで分かるんやな、毎日も通ってんやろうなって感じ、カルロスが、はい、そうそう、カルロス、え、カルロスは普段は何しろ、普段はもうタンパク質のことしか考えてないササミン飲まんやろ、はい、コーヒーそいつムキムキのやつあんまコーヒー飲まんやろプロテイン、プロテインですよねそこはまあね、プロテイン混ぜて飲んでそうですね、カルロスはお前、ね、まあ、じゃあちょっと私はマイケルにします、じゃあマイケル、はい、そうかっていうマイケルにしますじゃああれしたらカルロスにしたらカルロスにしようかな、じゃあカルロス、はい、カルロスとマイケルとね、ありがとうございます、はい、お願いします、波長が合いますね。合いますね。すごい。そうです。なんか全部当たカルロスに関してのなんかね、うん、全部一緒でしたね。ここで多分一人のカルロスが出来上がってた、その確かにね、ここに想像上のカルロスがいますね、間に、私たちの間に。うんうんうん、こちらがホイホカルロスブレンド、 ありがとうございます。カルロスや。こちらがアメリカンのマイケルブレンドです。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、すごい。色
ちょっとちゃう、そんなことない、確かにね、濃いね、こっちは、うん、あのアメリカで、そうね、うわ、じゃあちょっと、うん、マイケル、マイケルからそ、あんまぐなんかしっくりは来てないですけど、マイケルという名前まだ、はい、まだまだ来てないですけど、あー匂い、あー飲みやすい、美味しい、確かに、そのなんかあのコーヒー苦手な人が嫌だと思う部分が全部ない感じがしますね、なんか酸味とかなんか苦すぎるとかがなくて、これは多分コーヒー嫌いな人も飲んでほしいかもしれない、あみんな飲める、はい、変わります、そのマイケルって名前が受け入れるかどうか分かんないですけどマイケルか分かんないですけど、でも確かにあの全然その勧めたいですね、コーヒー嫌いなって言ってる人にも、おいしい、良かったです、はい、ありがとうございます、マイケル飲んでみひんっていうのはちょっと恥ずかしくて言えないですけど名前以外は大丈夫だと受け入れてもらえる、すごいです、はい、マイケルだけ、マイケルだけ、あと、はい、マイケルだけ変えてもらったらそうか、まさかのいやいや、でもこっちはカルロスが待ってるんで、はい、カルロスがね、いるからね、じゃあちょっとね、カルロス、カルロスかなり濃いそう、濃そうやな、めっちゃ色濃いもんな、うんうんうん、あすごいよ、カルロス、いただきます、おーほほほほ、濃い、濃い、あれを、あ癖になるかもしれない、あなるほどな、この濃さ、 あ、うん、あ、いいね、酸味とか苦味とか、うん、どうですか、本当に個人的な感想なんですけど、あの、そなんかすごい酸っぱいっていうよりかは、うん、なんかなんかこのコーヒーのコクか、コク、うんうんうん、コクとそのやっぱりこうコーヒーの独特の苦味が、はいはいはい、なんていうの、カルロスを助けてあげて、カルロスうちのカルロス、カルロスの良さね、うん、苦味が強いけど、うんうん、すごいなんか飲みにくい苦味じゃないというか、なるほどね、癖になる、一回飲んでば、うんうんうん、なんかね、癖になるのよ、うん、どう、タンパク質感じる、うん、ちょっと感じるかも何してるんですか、コーヒーにタンパク質入れてる、ちょっと粉入れときます、何をしてるんですか、何をプロテイン入れてるんですか、はい、いやいやいや、でも確かに屈強な感じがしますね、うんうん、なんかすごいダンベルって感じ、ダンベル危ないよ、コーヒーの感想でダンベルって感じってないよ、聞いたことないけど、重いダンベルの感じね、ちょっとミルクもあるから、うん、あそうですね、入れてみようかな、これなんかおすすめあります、どれぐらい飲んだらとか、もうこれお好みですか、ミルク、お好みで、そうですね、もうミルクもあのフレッシュとかそんなんじゃなく、はい、牛乳を出ししてるんで、牛乳なんですね、はい、もう全然全部入れていただいても、うん、なるほど、カフェオレ的に、確かにでもカフェオレ絶対いいですよ、絶対合うね、うんうん、ちょっと入れてみよう、入れとって、全部入れてみようか、これでやっとタンパク質とのね合流です、カルロスが本当のタンパク質と出会えて、よいしょ、いいですよ、いただきます、あ、ちょっと混ぜられた、あー、あー、いい色、うん、いい色やわ、では失礼します、コーヒーの一番おいしい色、おお、なんか、うん、カルロスが、え、カルロスが、え、なんか好きな女の子ができて、なお、ちょっとこのなんか力の加減が分かった感じ、うん、そんな不器用やった何でもかんでも言ってたなんか何やろう、なるほど、なんかその恋を知った感じのカルロスが、そうやな、心にちょっとあったか、あったかさが、そうそうそう、今までも力自慢やったけど、そうそうそう、その女の子の手を握る時に握りつぶさないみたいな、そう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 何やその感想なるほど、これどうですか、すごいですね、この感じですか、もう今度から使っていきます女の子知る前と知った後みたいな、女の子知った後の感じ、人の子柔らかさとか、なるほどね、うまいです美味しいね、あ、美味しい、美味しい、うん、今入れた方がいいから、入れてみる、入れてみる、牛乳やから、うん、すごいなんか甘みもちょっと増しますね、なるほどね、いいですね、
いし、これはでもマイケルが、うん、そのマイケルが、うん、あのちょっとおしゃれしたって感じ。ちょっとおしゃれ。あ、そのなろ、むずいねんこれ。こうむずいでって。マイケルはそのもともとそのあないからさ、タンパク質とかがないから。え、でもその、あっさり飲めます ね。牛乳を入れることによって、うん、だからそのなんかネタ書いたりとか、うん、なんか作業する時とかにちょうど良さそうなっていう感じがしますね。うん、軽い感じ。軽くなった。すごく美味しいです。牛乳入れた。美味しいよな。牛乳いいな。牛乳いいですね。いいな。先ほどお仕事を辞められてここを開いたということなんですけど、はい、どんな経緯で。お仕事どんなことされてて、っていうのあとは、まあ機械の設計とか組み立てとかを、うん、やってたんですけど、はいはいはい、まあ、やっぱりちょっとね、残業やら出張やら、うんうん、そういう不定期な時間がちょっと多くて、うん、なんかしんどいなと思いながら毎日勤めてる時のこう帰り道に、まあ、こういう雰囲気のコーヒー屋さんがあって、はい、でそこ行ってそこのマスター、まあ、おっちゃんやったんですけど、はい、見てたらすごい楽そうやなっていう楽そう、楽そうは悪いですね、言葉ちょっと悪かったです。憧れがすごい、ね、あ、なんか素敵な感じに、ゆったりとした感じが、自分のペースで仕事できてと、うん、はい、そうで、そこで憧れて、あ、ちょっとこういう仕事やってみたいなと思って。なるほど、うん、どうでした、実際やってみて。やった、大変っすよね。全然楽ちゃいますよね。もう大変っす、毎日。びっくりしました。ね、びっくりしますよね。ちょ、おっちゃんなんであんな余裕ぶっかましてたの。そうそう、全然無理やん、こんな。全然しんどい。なんやろんだって。まだちゃんとね、サラリーマンやって給料いただいてる方がね。はい、毎月こう、決まった分いただける方がね。なんでやねん。あ、そうですね、大変。なんですね、すね、実際全部は一人でこの店の。そうですね、今は、うん、もう人も雇えないですもん。だってね、リアル。そう、おっちゃん、おっちゃんが楽そうに働かせるから、そうそう、働いてるから ね、あの人が僕の人生狂わして。いや、素敵なお店がね、アビコに爆誕してるのはありがたいですから、こちらとしては。はい、あ、そうなんですね。印象に残ってるお客さんとか、あ、なんか良かったな、うん、嬉しかったなみたいなこととかってありますか、このお店を開いて。なんでしょうね、なんかお話しされたりとか、いろいろ話したり、でもなんかそう、はい、こうちょっと喋ったりしたら、はい、なんとなく覚えたりはするんですよね、はい、でもあんまりこう会話なく、はい、コーヒー飲んで帰られたりとかやったら、なんこうあんまり残らないって言ったらあれですけど、その顔まで一人一人やっぱ覚えれるほどその記憶力良くなくて、でもなんとなくこう2回目来られた時や、なんかこの前見たことあるとかで、なんかキーワードは降りてくるんですよ。なるほど。そう、あれ、あ、いらっしゃいませって、あ、この前この人来てくれはった人やと思って、猫っていうキーワードがふわっと降りてきたんですよ。また感覚の話してる。チャンス、チャンス、チャンスよ。ね、そう、聞いてください。にごしさん、聞いてください。あのね、猫っていうキーワード降りてきて、でも何の話したか全然思い出せないんですよ。猫飼ってるとかやったんかなとか、猫好き、なんやろうなと思って、まあ、注文アメリカンってアメリカンのコーヒー入れて、持っていて、お待たせしました、アメリカンですって置いた瞬間に、猫舌やってなって。この人、そうや、猫、私猫舌やから氷1個落としといてっていう人やったんですよ。そっから猫、そう、で、もう遅かった、一歩遅かったんですよ。飛びすぎ、飛びすぎ。猫まで出てた、絶対いるって、舌が、ね、絶対いるって。いや、猫だけしか降りてこなかったから、猫何やったかな。ずっと何の猫こうてたんやとか、もうそっちばっかり言ってね。なんでやねん。猫まで思ってた、したおるやろ。その猫じゃないんだから。いやいやいや、なるほどね。でもその感じでもわかる。わかる。なんかワードで
抜きがねここに浮いてて、うん、でもそれがなかなかこっちに入ってきてくれない感じ、ね、なんそれ、ね、知らんなそれ、もやもやしながらだからこう話してもなんか話の内容入ってこんとずっと引っかかってるんですよ、猫がこの辺にゃーにゃーして、猫自体やったよ、猫自体やったよな。すごい、いやちょっとこれはあれですね、普段喋らない方もお店来てマスターとお話ししたら、いやもうもうやみつきですね。楽しいな、楽しい、意味わからんもん、意味わからんもん。ありがとうございます。じゃあちょっと、はい、食あ頼みますか、食べましょう、はいはい、おすすめはやっぱりこのホットケーキなんでしょうか、ね、そうですね、よく注文いただくのはその厚焼きのホットケーキですね、厚焼き、うん、嬉しいな、ちょっとお時間だけかかるんですけど、はい、うん、30分ぐらい、はい、ありがとうございます、いっぱいこの中でね、はい、入れるし、はい、じゃあホットケーキお願いします、はい、お願いします、はい、決まりました、ちょっといろいろ見ていきましょう、うん、ね、まあ、このブツブツ交換って、これはあれですね、1個入れたらもらえるみたいなことですか、もしかして、そういうことですね、うん、その中の何か欲しいものあったら代わりに何か置いていってもらうっていうスタイルで、なるほど、うん、でもなぜか物は増えていってるんですよね、あれこれいらんから入れとくわみたいな、なるほどなるほど、はい、なるほどね、電卓とかめっちゃいいやつやけどね、電卓はもうお店で使えないじゃないそうですよね、だからもうちょっと計算せなあかんときはそこから借りて交換して、なるほど、いや交換せんでいいでしょ、交換せんでいいですよ、すごいスムーズなタッチやけどね、これもういい、いいけどな、うん、へえ、何それ、あ、これはもう コップ今ね、なんかお椀、そう、湯飲み、湯飲みや、うん、あら、あら、かわいい、かわいい、え、これをこれ3つもらうためにそのなんかうちらが適当にサインとか入れてもらえるってことですか、はい、もう全然、はい、大丈夫ですやって、なんかあの煮干しの魂の一言、一言、魂の一言ちっちゃい紙に入れてこれもらうこれと同等のものじゃないとあかんってことやんな、うん、やけどかなり煮干しの魂の方が大きいと思うから、うん、2,3 個もらえるかもしれない、ほんまに、うん、なんかじゃあちょっと魂の一言な、さっきのペンで書こうか、なんかないかな、紙、ここから紙をもらうってことは、ああ意味分からへんもんな、ここから紙をもらう、そう、うん、それその紙の分も返さなあかん、そうやで、なんか書ける紙はないか、なんかメモ帳とかあります、ああ、やった、あ、すいません、ありがとうございます、ちょっとこれにこれちぎってもいいですか、大丈夫、すいません、よいしょ、あ、すいません、あ、2枚ちぎって、ありがとうございます。じゃあ、はい、な、魂の、うん、違うね、魂の一言ね。魂の一言。安心できる言葉とか嬉しいかも。安心できる言葉な。うん、ここやっぱり安心する場所やから。そうやな。うん。みんなに安心して帰ってもらえたらな、うん、うん、分かった、いいですか、あれやな、安心できる言葉、うん、安心させたいからね、こっちは安心させたいだけです、書けました。私の安心できる言葉。ワンドア、ツーロック。湯飲みもらっていいですか。もう大事ですよね。湯飲み、はい、湯飲みと交換どうぞ。はい、ちょろいぜ。ちょろいちょろい。これでどこまでいけるかな。やってるからなかなかね、なんか絵本入ってこないんですよ。
やこう煮干しのワンドアツーロックがもしかしたら誰かの何かに刺さるかもしれないんです、はい、そうですね、これちょっとすぐ見えるところに貼っとく。ワンロックの人がなんか刺さるかもしれない。そうワンロックの人が、はい、そっかツーロックに先頭ってほんまやなるから、うんうん、玄関に貼っときますよね。そうそうそうですね。え、やった湯飲みもらう湯飲みもらってもやった余裕余裕。ちなみに煮干しの家は、うん、ワンロックですなので、うん、ツーロックにできるように頑張るんですね。そうね、ないからね、はい、わあいいですね。これそもそもそのなんでブツブツ効果をやられてるんですか。なんか昔その聞いた話で、はい、藁をこうブツブツ交換していた人がお家を手に入れたという話を聞いて、あ、じゃあやってみようというところからスタートです。やってみよう、はい、どそのなんかあドアでもないしな家にもならなそうやけど、これ気分からん。でも どこでどうなるか分からんのがわらしべですよね。そうですね、うん、家をもらおうと思ってやってはるんですかこれ。じゃ最終的にはそうですねマンションとかになれば遠いな、うん、遠いぞ。もやな、これはなんとか頼みます。ここで一発ここでこれでね、はい、テレビで映って。そうですよ、しゃもじ、しゃもじ、黄色のしゃもじ、立つ、立つやつ、ね、黄色のしゃもじから運が良さそうですよね、なんか、あ、ほんまや、黄色やから、やいや、無理ですよ、家はかしゃもじが立ってる時、家は立たないですよ、これはさすがに、遠いですよ、結構そこをなんとか、なんかこれが、もしかして土地の権利書とかに変わるかも、はい、何かのあれでもう一方ください、その場合は、はい見に来ます、はい、あのしゃもじが、あのしゃもじみたいなしゃもじ御殿、しゃもじが、え、しゃもじ御殿、あびこにしゃもじ御殿立ってるやん見に来ますわ、そうなったら、ほんまに内覧会もご招待します何してんの、何してんですね。うわ、でもここにもなんかクッキーとかも、うん、かわいい、かわいい、すごいかわいいですよ、これは手作りですか。 そこはね、僕作ってないんですけど、はいはい、コケカさんっていうお菓子屋さんのお菓子で、うんうん、まあ、パンダや猫モチーフのものとか、あと米粉を使ったクッキーとか、はい、うん、そういったものが中心なんですけど、とにかくかわいい、めっちゃかわいいですこれ、ね、うん、猫、猫や、うん、ツッコミ、ツッコミにゃんこクッキーやで、うん、ツッコミにゃんこクッキー、ツッコミ、ツッコミしてる、ほんまや、なんで大阪的なやつですよね、かわいいですね、はい、大阪やな、これ大阪名物土産にできそうやな、確かに、なんかその、なんつってんの、ツッコミ、ツッコミの人からして、何つってんのこいつなんやろ、これだ、本町の中央線と御堂筋線と四ツ橋線は、まあ、遠すぎるから一つの駅にしたらあかんで大阪市に言ってるそうそうそうって言ってるか、大阪メトロに対して、大阪メトロに言ってるかもしれない、これは確かに四ツ橋線と御堂筋の色してるもんね、色もしてるしね、青赤でな、ここは言っとるわ、うん、あ、一つ駅したあかんで遠いでっつって、新本町とかにしてくれたらな、一個な、そうそうそう、いいですね、これいいね、かわいい、かわいいです、かわいい、見て、こんなちいこいな、なんか一口サイズのお菓子持ってるで、うん、かわいい、これはクッキーなの、そちらね、フィナンシェです、ね、あ、フィナンシェ、うん、おしゃれな、そうなんです、フィナンシェ、うん、なんと、まあフィナンシェって皆さん、その買ってもすぐ食べられへんと、しばらく飾って裏の賞味期限見ながらいつまで飾れるかみたいなことをじゃあ今日食べよう、あ、そろそろや、今日食べようみたいな感じらしい、なるほど、いや確かにこれは買ってまうな、しかも可愛いで買ってまうし、プレゼントとかにもね、うん、めっちゃいいですよね、うん、もやね、食べたら食べたで罪悪感もすごそうやな、これな、可愛いから、ね、すごいすごいすごい、ドリップ、え、このドリップパックのコーヒーってもしかしてオリジナルの、そうです、はい、あ、カルロスがいる、もしかしてこっち、カルロスがいる、そう、そっちはナタリーなんです、ね、あ、ナタリーだった、はい、マイケルはあれですもん、マイケルいないんですよ、そう、おー、カルロス、カルロス買えるよ、カルロス買えるんかい、はい、カルロス、お家でもカルロス楽しめるんかい
あなたの家にカルロス、ね、置いて来るんや。ガシ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 ガチャ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 。そんなあまだあミルク入れる前の、ね、ミルク入れる前恋を知る前のカルロスは、ね、ガチャ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 ドカドカドカ。すっごい強すぎる、うん、すごい。ここもすごいですよ。お、なに、なに、なんか急に祭壇みたいな、ね、すごいシーサーがあって祭壇祭壇。これこのゾーンなんですか、うん、これは。さ、コーヒー豆の仏像さんですね。大仏さん。ほんまや。はい。お前コーヒー豆や。コーヒー豆や。そうなんです。そのそうみなんか奈良の大仏を見慣れすぎてるから何も気づかんかったけど。ほんまや。コーヒー豆や。これいうのがあるんですか、コーヒー豆でやる仏像みたいな。いや、これ僕が作ったんですけど。手作り。毎日そのコーヒー豆を、はい、の粒を見てたら、はい、こう大仏さんの頭ラホツに見えてきて、あ、もうこれは作るしかない。見えないです。見えないですよ。いやいや、見えますよね、イボシさん。見えます。見えますよね。で、わかんねん。なんでわかんねん、ずっと。これしかないなって思いますよ。すよね、はい、これしかないことないって。はい、これしかないです。ことないって、もっとあるって。で、この顔とか、ね、お顔ね、うん。顔は粉にひいた豆なんですよね。ですよね。うん、そういうことです。だと思いました。わ、はい、かんねや。ありがとうございます。分かっていただいて。何やねん、うん。もちろんでございます。来るやん、普通に。あの日のやん。くるくる。すごいな。わあ、たくさんありますね。こっちも可愛いですけど。あ、ラインスタンプ。グアドゥアのコーヒーの豆トーク2。え？ん？なんか豆トーク2聞いたことある。伸ばしてないでくださいグアドゥアコーヒーの豆トークスタンプ。豆トークとはコーヒー欠点豆を顔に見立ててボディとセリフをトゥギャザーしたものである。トゥギャザーちょっとトゥギャザーちょっと聞いたことある。トゥギャザーなんかね、トゥギャザーなんかちょっとカルロスの感じがねマイケルの感じがします。トゥギャザーえ、かわいい。でもグアドゥアコーヒーとか言ってる。グアドゥアコーヒーありがとう、オッケー、はい、おはよう、おやすみ、まるぺこり、お疲れさん、無理しないでね、いってらっしゃい、ではでは、ナイスです。ナイスナイスです。なんか羽生ナイスです。なんでこんな急に無視なってナイスです。なんでこんな無視なってるんですか。なんかまあうちこういう、まあ、コーヒーの生の豆、木豆っていう、まあ、こういう白い状態なんですけど、まあ、これうちで焙煎ってまあこう焼くんですよね。焼いて、はいはいはい、さっきのあの茶色いああいう豆にするんですけど、うんうん、でそうする前にまあこの段階で結構こう虫が食べてる豆とかちょっと割れてカビが生えてたりとか、でまあ黒くなってたりとか、まあ、あとは豆以外に小石が入ってたりとかもあるんですよね。へ、うん、でそんなのをこうちょっと焙煎する前にこう避けてやるっていう作業があって、でその時にこうたまに出てくるんですよね、顔を持ったもの。顔を持ったもの、はい、なんか話しかけてくるんですよ、たまに。またや。またや。何個出てくんねん。話しかけてくる。話しかけてくるんですよ。またや。話しかけて、え、その、来、うん、の来る、その、話しかけくんのおるけど、うん。おるの？うちおるけど、みたいな感じでね。豆が？しゃべりかけて。ちょっとちょっとと？ちょっとちょっとと。焙煎せんといてと。ちょっとってそう。外に逃がしてと。どこ行った？怖っ。にあ、連れてきてくれた。わかりにくい。なんかその顔っぽくなるんやね。なんかそうなんですよね。こういうちょっと、おこうなんかそう二つね。なんか言いたげでしょもう。顔やわ。そんなん言い出したらこんな顔してるけど。あ、ほんまや。してるけどそう思ったら。叫んでる感じですね。叫んでる。おるよここにって。確かに。どうぞ。でまあ、これ結局その飲むようには適さないっていうか、ちょっとまあね味や風味に悪い影響を与えるっていうんでこう避けて、もう基本的にはそれでお役目終わりってなるんですけど、もうそれじゃ申し訳ないしね、せっかくこうやって生まれて遠く南米やねアフリカから遠い日本までやってきてくれたのに、さあこれからやっていう時にこれが来たわけじゃないですけど、こいつが歩いてきたわけじゃないから。いやでも来てくれただから、来てくれたってなん、うん、
溢れて、わざわざでこうなったらそう申し訳、うん、これでねここでもポイってなって終わりっていうのは申し訳ないから、申し訳足りない豆に対して、ね、コーヒー豆に対して、豆さんに聞きます、豆さんに対して、はいはい、だからそれでちょっとこう胴体を書いて最後に一花こうパッと咲かせてあげてラインスタンプにしたと、ラインスタンプにそうなんです。まさかラインスタンプになるとは思ってない。そうですね、ラインスタンプになるために来てないけど確かにそのなんか一花咲かせてくれるんや、うん、嬉しいなと思って、うんうんうん、おいラインスタンプラインスタンプの顔じゃないこれ。確かに、なんかそのラインスタンプですか。ラインスタンプちょっとなんかでもいい匂いしてきた。いい匂い、うんうん、甘い匂いがしな。おお、すみません、お待たせしました。厚焼きのホットケーキです。うわザって感じ。うわすごい、ありがとうございます。あ、ありがとうございます。すごい、かわいい、かわいい、めっちゃいい、いいな、すごい、いや、あったかい。あったかいか、あったかい、東京で寒なってしまった心を温めれるか。そう、ホットケーキで、うん、ほんまに、うん、なんかすごい今じんわりきてしてる。なんかここにもちょっとバター染みてる感じ。あかんで、あかんで、あんまり心にね。あ、美味しそう。うわ、ちょっとこれはいただきましょう。じゃ切り分けますか。切り分けましょう、うん、これはなんかおすすめの食べ方とかあるんですか。いや、もう皆さんいろいろいろんなスタイルが、うん、なるほど、そうですね、先に全部きれいにこう均等に分ける人とか、はい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 、間にバター挟んだりとか、うん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 、めっちゃフォークで刺す人とかいますけどね。あ、こうガーッと染みやすいように、メープルシロップで染みやすいように自己流すぎ家でしかやらんと思ってましたね。これ店でしていいんですね。私家ではしますけど。そうなんや。なるほどね。どうしよう。どっちに刺す。刺さへんよ。これでも確かにバターどうしようかな。一個。うん。よ。あ、そうやな。うん。なるほど。そらそうやんな。バター欲しいやろ。そらそうやな。バター欲しいやろ。欲しい欲しい。あ、ていうか分かった。これで塗ったいん。あ、塗るタイプね。塗るタイプね。あ、この端っこいいですね。羽といいんですか、はい、ホットケーキに羽があるなんて、うんうん、羽ありホットケーキ、羽ありホットケーキです。餃子みたいになってます。羽付き、羽付きか。あんま納得いってない。餃子みたいだな。初めて初めて聞く標準語。餃子みたいだな。絶対言ってなかったの今まで。なんかあんな、あんま納得いってないのか。あんな言葉を引き出してしまった、うん、ね、いきます。あ、美味しそう。わあ、これはあれか、蜂蜜、メープル、メープルシロップ。わあ、いいですね。わ、すごい染み入るの早。すごい、弾かないですね、すごい。ねえ、あなたが作ったんですよ。そうですね、ほんまですね、すごい。わー、美味しそう。わー、今日暑いです。もう一気にいきます。いただきます。わー、優しい、カリカリと優しさと、はい、ありがとうございます。いい、ホットケーキ、ありがとうございます。うーん、なんか昔ながらのですね。でもそうですね、うん、うんうん、なんかふんわりこう、うん、卵の感じと、うん、はい、卵がすごい感じる気がします。もう必死にカチャカチャやってたんで。あ、白身と、ね、黄身を分けて、はい、何も混ぜてなかったらどうしようとか言うのすいません。いやいや、混ぜてるに決まってるやん。あ、白身と黄身を分けて、そうですね、で白身をメレンゲ状にして、うん、なるほど、うまい、そうなんです、すごい。私もさんも、うん、もうこれ飲んでいい、もう行ったってください、いいですか、その一番贅沢な形で。うおひょー、うん、じゃあうちも塗るわ、うん、一回。うわ、いいですね、じゅわっと、うぃ、じゅわっといいですね。端まで塗らしてもらおう。そうやね、これはね、うん、うん、やった、うん、よし。で、
メープル、うん、よいしょよいしょ、ほいかけちゃおう、全部。 あ、すごい、もう行っていいよね、全部行った。ああ、私もかけたかったのに追いメープルしたかったのに。あ、ごめん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 じゃないの。すごないこれ、吸う力すごくないですか。メープル、ね、知らなかったですか。知らなかった、初めて知った。めっちゃすごいこれ、だって弾いてなんかこう横にドロドロドロってなるじゃないですか、すごいこれ。これはちょっと楽しみやな。これまだフォークで刺してたんですか、ね、そこなすのに、ね、すごい、もう親の敵ぐらい。なんでなんですか。見たあかん思いました。確かに確かにね。いただきます。うわ、美味しそう。おお、ほんまや、めっちゃ仲間です。ごいすごいぞこれ。いただきます。うん、うまっ。あ、うまいうまいね。カルロスに女の子とこれ食べって言ってあげたい。どうなんやろな、うん、どんどんこう握ってたグーがこう、うん、どんどん緩まっていくやろな、うん、カルロスの。そ うまいこといくと思う、デートでこれ食べたら。カルロス頑張ってほしいな。東京での新生活どうですか。あのあれですよね、1階に住んでて。あ、そうですね、1階にアパートの1階に住んでて、はいはいはい、底冷えがすごかったんですよね、冬。そうですね、あの10月に東京出たんですけど、うん、もう冬をまるまる東京でね、いきなり過ごすことになったので、しました。どうやらどうやろうと思ってたら、もう底冷えがひどくてですねあの、なんと言いますか、なんやろ、この絨毯を二重に敷いて、うん、その上にこたつをやって、うん、でそのプラスあの、うん、反転を着て、うん、これぐらい分厚いルームソックスを履いて過ごしてました、うん、家で。これでやってました、ごめんなさい、私も絶対それを聞きたいじゃないかなと思う、途中からちゃうよなと思って。そう、ね、そう、生活じゃないよな、ごめんなさい。冬をどう、暮らしのこと聞いてないですよね多分。どう冬を過ごしたかみたいな。どう冬を過ごしたかいらんもん、こちら別に誰もそんな参考にせえへんよな。東京の生活は、そうですね、もともと東京によくあの月一で行ってたんで、友達も芸人友達も結構いるんで楽しくやってますね。毎日なんか誰かと会うので飲みに行ったりね、はい、うん、そうですね、ご飯食べたりみたいなのはよくしますね、うん、はい、なんか大阪は結構なんか、うん、まあ結構こう村が狭いというか、まあね、その界隈が狭くて人口が少ないんで大阪は、はい、だから結構毎日会うメンバーが決まってたりとかしたけど、ね、うんうん、東京は結構毎日その日によって会うメンバーが全然違ってたりするので、うん、毎日すごい楽しいよな、うんうんうん、新鮮な感じがして、ね、いろんな人と関われる。そうそうそう、あと周りの人に、うん、まあ、例えばなんか昨日飲みに行った人が次の日めっちゃテレビで跳ねてるとか、うん、なんかそういうのがザラにあるなって思って、うん、あるね、うん、あ、昨日なんかこんな喋ってたのにすごい番組出てたんやとか、 なんか誰も言ってくれんかったなってかとかはめっちゃあって、 あ東京って思ってます、うんうん、すごいなと。なんか昨日喋ってたのに、なんかもう来週から長期ロケ行くらしいよみたいな、うん、あ、そうね、なんかね、うん、海外行きます、海外行くとかな、すごいな、すげー東京って感じです。はい、差し支えなければ、こう、はい、どういう先輩方とよく飲みに行ったりとか。そうですね、私は A マッソの加納さんに一番可愛がってもらってて、あの急に軽飯行かへんみたいな LINE がポンって入るんですけど、あのせっかちなんですぐ返事しなかったら連れてってもらえないですなんかちょっと見落としちゃったりとかしてたら、なんかまだみたいな早ちょっと待ってよと秒単位で動いてる、そうそう、秒単位で動いてるんで秒単位で仕事あるんで、忙しすぎて、はい、うん、そうですね、うん、とか、あと要ストーンさんとか、
ライブ界隈で行くと、カナメストンさんはもうお昼から焼肉行こうぜって言って焼肉連れてってくれたりとかして、肉最高っしょって言ってました。もうまんまそのまんまですね。美味しかったな、美味しかったな、そうですね。あとまあヤーレンズさんとかも、うん、あのライブでずっとご一緒してたので、うん、M1 の前から M1 で出られて方、出られた方もその後ちょっとね話したりとかすることもあってね、よくしてくださってます、ね。はい、なんか大阪今いるからこそなんか言えるそのちょっと東京、 東京では言えない話とかってあったりします？東京では言えない話まあ標準語はちょっとやっぱしんどいなそういうことじゃないか、そういうことじゃないなめっちゃ思います、めっちゃ思います。いや、しんどいじゃないな、なんか標準語が飛び交ってるんですよ。で大阪にいたら標準語のツッコミ聞くことがまずないから、何々なんだよなとか、うん、何々だろうとかがマジで聞いたことなくて、うんうんうん、あ、ほんまにほんまに標準語やって思いました、うん、思います、うん、なんかその、うん、街でも結構標準語をね、そうそうそう、あの結構公園に、これちょっと疲れるか分かんないですけど、その公園にいるようなおじさんとかがまあ大阪やったらなんやねんとか政治が悪いとかってつ喋ってるけど東京はそれ標準語やから、うん、何なんだよとか標準語や公園のおっさんも標準語やと、世間が悪いんだよ、世間が悪いんだよおすげえ、ね、違うなみたいな、鳩に怒ってるさ、鳩に怒ってるおっちゃんは標準語なんですよね。それがなんかな、変な感じ、おすげえと思いました。 それびっくりしましたよ使えるか使えるか使えるか、そうですね、さあなどんな系やろ